さあピッチャーは谷中です。ショートの右、セカンドランナー三塁を回る、ホームイン、里崎タイムリー、ダメ押しに近い7点目。谷中の方は今シーズンこれが6試合目の登板。谷中投手も、まあ、西武、阪神、オリックス、楽天、そして再びこの西武、もうベテランだなと思いつつ、だけど37歳ってことを考えたら、プロ投手では実際も若いんですね。さあ中島がちょっと心配です。大丈夫でしょうか。横飛びになった時ですか。でしょうね。どこを押さえていますか。腕ですか。さあちょっと見てみましょう。これで逆についたりとかそういうわけじゃないですかね。どうなんでしょう。あ、肩をちょっと押さえてますか。ベンチに一旦退きますか。左のこう自分でちょっとこう肩のあたりの骨をねちょっと伸びたような感じになったんですかね。ちょっと渡辺さんの監督も頭痛いですよね。痛いですよね。まあ、これ今日より明日の方が多分痛いでしょうからね。はははは。ああいうこう野手の方の例えばこう横飛びとか外野手の方の飛び込むのって、はい、あのかつてねあの松井せあのメジャーの松井秀喜選手が骨折した時もそうだったんですよね。腕を、ね、手を逆についちゃってね、はい、意外とこう大事に至ったりするケースがありますけれども。